細山長寺は、日本の渓流釣りのカリスマ。東京都清瀬市出身、オーナーフィールドテスター。ヤマメなど酒科の魚を川の本流域で延べ竿を、使用して釣る、本流釣りという分野を開拓した。また、本流釣りという言葉の名付け親としても知られる。奥多摩で出会った、刺しヤマメをきっかけに、大ヤマメを求めるようになり、支流より、比較的大きなヤマメの釣れる。 本流域での釣りを始める。本流釣りが確立されておらず本流竿がなかった頃には、支流域よりも広い本流域で釣りをするために渓流竿と比べて、長さのあるあゆ竿を本流竿として代用していたこともあるが、何本ものあゆ竿を覆るなど少し無理があった。現在では、本流釣りが確立され、本流竿と呼ばれる本流域で使うことを想定して作られた。 専用竿があり、様々な企業から発売されている。その中の一つ、スーパーゲーム等は、細山長寺が監修し、島野から発売されている。どんな大物であってもリールを使わない延べ竿で釣り上げることにこだわっており、2006年にアラスカにキングサーモンを釣りに行った時は、サムライ釣り師と呼ばれ、地元の釣り人を驚かせた。 2000年4月18日には73.5センチメートルの桜マスを山形県赤川で釣り上げ、桜マスの延べ竿最大記録を更新した。当時の釣り人や漁業関係者に衝撃を与え、山形新聞でも写真付けで報じられた。この記録は2009年現在でも破られていない。山メの保護活動も行っており、 今までに数万匹の山メの稚魚を多摩川に放流している。若さぎ釣りの名手としても知られ、その技術の高さで数々の故障において驚異的な超過を記録している。ありがとうございます。